タグデザート部のやつを見て、そうあって思いながら過ごしておりますね。そうどうなるかねって感じですよね。なんかさ、わかんないじゃん。なんかショールームとかさ、毎日わかってたじゃないですか。それこそそうわかってたけどさ、そう今どんな感じかとかわかってたけどさ、この実店舗に関して私たちも本当どうなってるかがわからないから、そう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 、どうなってるのかなって、大丈夫かなみたいな、そんな気持ちがいっぱいでございますね。そう、あ今カフェいるって方もいるし、今さっき明日の仕事帰りを2つ予約したとこ、ありがとうございます本当に。ありがとう。そういうのフラッグ出たって報告もいっぱいあって嬉しいです。ぜひ大切にしてあげてください。旗が喜びます旗が喜ぶので、ぜひぜひお願いします。ねえ、どうなってるんだろうね。中間発表みたいなのあるのかな。私たちもわかんない本当に。それがね、11日まで何も出ずって感じなのかな。ね、そうだよね、11日までだからそこまで何もわからないのかな。ね、どうなんだろうね。でもほんと皆さんがあのデザートを大食いしてくださってて愛が見た中での最高記録、そう、その1回で10個食べたって方がいて、もうね、すごいと思って、ありがとうございますと思いながら読ませていただきました、ツイート。でもなんかそう、比較的そう、あの食べやすいっていうのをそう皆さんからのそのツイートでそう声を聞いて、そう芋でよかったなって思いました。多分チョコとかあのもう一つのフルーツの方にしてたら、それこそホイップ系が多かったから、そっちはちょっとね、果物とかそういうのはあったけど、なんか食感ももちろんあったけど、そっちもでも多分一番なんかそのなんて言うんですかね、食べた後の後味とかを考えた時に芋が一番そうさっぱりめではあったから、そう芋にしてよかったって思いました。そうでも4つ、予約、そう池袋の方が予約で4つまでしか頼めなくて、4つともそうデザートにしたよって方もいらっしゃって嬉しいなって思ったし、そう思いました。でもさね、そう芋が苦手な方もそう食べてくださってて本当にありがとうございますって思いました。ホイップ苦手な方もきっといらっしゃると思うしさ、そう中でありがとうございますって気持ちです。ありがとう。昨日一個で様子見てこれはまだいけると思った。おー、よかったです。そう多分シナモンも一応入ってはいるんですけど、愛もシナモン苦手な方なんですよ。でもあのそう苦手でもいけるってそう愛も思ったし、そのツイートでもあって、そうシナモン苦手だけどいけたみたいな、あんま感じなかったみたいなだったので、そう比較的なんかうん食べやすいのかなとも思いました。はいですはいです、そんな感じです。なのでね、今日今いらっしゃる方はそうだし、今から行くって方はね、気をつけてカフェに池袋か大阪か行ってください。そう11日までですです、はい、そうだよね、だってもうこれで決まっちゃうんだもんね。そうだよね、うわーうわーってそうなんですよ、もうこの11日でどうなるかが決まってしまうので、そう
変ですよ、もう。だってもうそうだよね、来週にはもう決まってるってことだもんね。すごいね、すごいねっていうすごすぎる、早い早いね、早っ。でもそっか、そうだよね、早いけど、まあそうだよね、うん、早いね。早いねしか言葉出てこないけど、本当にでもそうね、本当ありがとうございます皆さんって気持ちです。はい、これから食べ行く方とか今食べてる方、ぜひデザート部でお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じ。そう、あゆはそう話変わり、あでもそんな変わんないけど、ちょっとあのそうパフェに リンゴがくっついてるじゃないですか。ちょっとリンゴつながりで、そうあゆリンゴ今日食べたんですよ。そうリンゴ今日っていうかお昼に、そうお昼の一部でリンゴ食べたんですけど、そう美味しかった。なんだっけな、品種なんだったっけ。あゆでもリンゴだったらシナノゴールドっていう品種が一番好きなんですよ。そうなんか今年見つけたんです、その子シナノゴールドが。なんか何種類かあって4種類ぐらいそうあって、その時初めて買った時にどうしようと思って、なんかそしたらリンゴのその売ってる近くに、なんかリンゴは甘いこっちになると甘さ強いよ、こっちに行くと酸っぱさがちょっと強いよみたいな、そういうなんて言うんですかね、グラフみたいなの作ってくださってて、スーパーの方が。どうしようと思いながらこうやって見てたの、どうしようどうしようと思いながら。でもなんかいいところを言ってたのが、その時あった4つの中でいいところを狙ってたのがシナノゴールドだったんですよ。買ってみちゃえと思ってそう買ってみたらシナノゴールドが美味しかったっていう。そう食べてほしい、シナノゴールドって見つけたら食べてほしいです。でも今日は何だったっけな、なんか名月みたいな合ってるかな、名前の何月読み方合ってるのかな、名月で名月名月だよね多分。ナゲツだとナゲットみたいだよねナゲットナゲットみたいになっちゃうから、絶対ナゲツではないのよ。名月、多分名月だと思う、読み方。そう食べてみてほしい。そう今日それ食べたんだけど美味しかったので食べてみてください。パフェのは何の品種かはいいわ分かんないけどパフェのもね絶対美味しいリンゴなので食べてみてくださいはい、お願いします。月が綺麗な、うんうん、あうんうんでもないけど今月の話ではなく、あれリンゴの話をしてました。でも月も綺麗だよね、冬は、夏もだけど、はい、食べてみますってよろしくお願いします。そうなんか今日のは甘さが強いやつで、シナノゴールドが酸っぱさも甘さもなんか兼ね揃えてるみたいな感じのやつです。そうでもなんかさっぱりしてるのがシナノゴールドだと思う。一番あれが三富士とか食べてきた中で、あなんかこれ後味もなんかさっぱりしてるな思ったのがシナノゴールドだった。そうからシナノゴールドおすすめです。萩の月も美味しいわ、うん、それも知ってる知ってるけどね、月の話題じゃないのよリンゴの話なんですよ。あの月がつくあれじゃなくて
関連じゃないのよ。そう周年公演外れたけどキャン待ち5番だから入れる可能性高い。あ、そうだよね、そう、周年公演もうすぐで、今日だって4日、あと4日だ、あと4日後公演となっております。それがどんな曲に出るのか。ナイはさ、あのなんだっけ、ベストオンタイム賞にそうノミネートしていただけているので、そうね、嬉しい。誰が選んでくれたのかね、誰選んでくれたんだろう、誰ですかね、名前書いてくださったの分かんないけど、そう、あいたちも誰が投票してくれたか分かんないので誰だろうと思いながら過ごしてますそう、誰なんだろう、誰誰って気になっちゃう。98中堅で当てて、おめでとうございます。当たったので行かせていただきますって方もおめでとうございます。お待ちしております。誰ですかね、あゆ、あゆどれにも入れないかなと思ったからよかったです。早く来ててよかったと思いましたそう、あゆ本当にもうなんかトムさんとかにも、あゆちゃん早くないって言われること多いの。もうほんとメンバーの方から、あゆちゃん早くないみたいな、そう、ひなちゃんとかもそうだし、あゆ早くないみたいな言われることあるんだけど、なんか研究生の頃に30分前集合っていうのを言われてて、それが身についちゃってるんですよね。そう、基本的に身についちゃってるから、衣装にその本番前、始まる前の衣装に着替えるのも比較的もう多分結構ほんと上位に入るぐらいの速さだし、そう、着くのもそれこそ 2,30 分前には今でも着くようにしてるし、あとは早着替えも早いしそこっていう、そうそうなんですよ。だから嬉しいなって思います。よかったです、早行動しててちなみにあゆね、そう1個だけ自分に入れたのがあってこの時間じゃなく、時間はあゆズッキーに入れたんですよね。そう、一緒のチーム、なんかあゆ一緒のチームになって、そうズッキー、なんかズッキーとほぼほぼなんかそう着くタイミングがほぼほぼ似てて、そう似てるから、あこれはズッキーだなと思ってズッキーにしたんです。あゆが自分に入れたのはなんだっけ、なんか服、おしゃれみたいなやつ、なんか本当にみんなおしゃれだと思うんだけど、自分の服装が一番好きなんですよ、なんだかんだで。そう、みんなおしゃれだし、なんかみんな選びたいけど一人だったから、だったらもう自分でいいんじゃないかと思って自分にした。そこはそう、自分の服装に誇りを持ってるちゃんと誇り持って生きてるから。イメチェンじゃない、イメチェンは誰にしたかな、イメチェン誰にしたっけ、ないよ。イメチェン誰だ、あ、ゆずかちゃんでさ、イメチェンはゆずかちゃんにしました。全然誰選んだかあんま覚えてない。なんかほんとその時思ったメンバーさんを選んだ、比較的。なんかそう一人だったからもう本当に難しくて選ぶのが、イメちゃん、そうイメちゃん前悩んだんですよね。ゆずかちゃんにするか、ランちゃんにするか、さきぽんにするかとか、そういろいろ迷ったんです。それこそゆうなちゃんも思ってたし、そう思ってたんだけど、どうしよう思って、そうそうそう、難しかった一人は感じです。そんな感じです。ちょっと今日は15分で短めなのですが、ランキングを読みましょうかね。ちょっと短めですいません。確かに確かに内面とか、でも内面はあんまイメチェンだから内面は選ばず見た目だけで
できました。イメチェンショー難しいよね。はい、じゃあランキング見ます。13位、高秀さんありがとうございます。12位、下川美良さんありがとうございます。11位、秀さんありがとうございます。10位、大魚さんありがとうございます。9位、綾野さんありがとうございます。8位、プラハタハさんありがとうございます。7位、サンマさんありがとうございます。6位、ハッピーサッピーさんありがとうございます。5位、カモンさんありがとうございます。4位、アキラさんありがとうございます。3位、ヒビキちゃんありがとうございます。2位、カンさんありがとうございます。1位、あーちゃんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日もやるので見てください。バイバイ。